ボクスロマニアがお世話になっているのはホームスロット。お店の詳細は番組後半で。はい、どうもスロマニアです。はい、今回紹介するのはですね、こちら RMS2。 はい、寝台かよと思われるかもしれないですけどね、まあここホームスロットミュージアムに来たところ、なんとこいつが入ってたんでね、ちょっとね、今回ばかりはちょっとわがまま貫き通してこいつをちょっと紹介させてくださいということでね、まあその分ちょっといろんな魅力を紹介していきたいと思うんでね、とりあえず今回はこいつを紹介していきたいと思います。RMS といえば、まあ前作初代から打ち方はいろいろあってですね、まあ順押しの場合は左リールに赤い2連の図柄があるんですけどね、この白7の下にある、それがまあチェリーの役割を果たしているので、まあそれを2連を上中段もしくは中下段に狙うように、スイカが滑ってきた場合はスイカを狙って、まあ、揃わなければリーチメーター。ただスイカが揃わず、スイカが滑ってきてリプレイの場合は滑りリプレイというの で今ちょっとナビで下方向4つあったんですよ。かなり熱いですね。はい、でスイカが滑ってきたら残りリールにもスイカを狙うっていうね、